一組のカードを使います。よくシャッフルされています。観客に1枚のカードを選んでもらいます。例えばダイヤの4が選ばれたとします。ダイヤの4をデックの途中に戻してもらいます。数回カットします。1枚別のカードを使います。例えば、クラブのキングです。クラブのキングをデックの途中に差し込みます。クラブのキングをデックの中に押し込んでいくと、先ほど観客が選んだカードに変化します。カードを押し込んでやると完全に観客のカードに変化します。ダイヤの4は調べてもらうことができます。